お疲れ様でした。前園先生はどうでしたか？授業は気に入っていただけましたか？人柄はどうでしたか？好きなタイプでしたか？うん、一つ言っておきますけど、形式通りに聞いてるだけなんで、別に私情はないんで。ただ言っておきますが、あの先生は超人気なんで。だいたいあの先生の授業を最初にマンツーマンで取れるとか奇跡か、よっぽど特別扱いかしかないんで、まあ奇跡だと思います。私だってマンツーマンでレッスンしてもらったことない。おーい事務員、おーい。ああ、後ろ田先生。失礼しました。紹介します。授業 B を担当します、後ろ田ですよ。後ろ田幸人先生です。先生は長くサンフランシスコ、ハリウッドで向こうで生活を始めた日本人の方に英語を教えてらっしゃいました。当スクールでも先生のレッスンは優しいと評判で、また最も的確だと評判で。ああ、自分で自己紹介するから大丈夫ですよ、言って。でも先生の紹介は私の仕事なんで。いいから言ってください。はい、失礼します。ったく、この授業は生徒さんの金で成立してる時間だっつの。それはあの事務員は頭いいだけのやつってのは、ああいうところ本当に。ったく。ああ失礼。授業始めるよ。担当の後ろ田です、よろしく。前の授業誰だったの？前園。あ、そう。俺あいつに比べると多分淡々とやるけど気にしないで。じゃあ授業 B は。先生それだけ？ああ、これアシスタントのジャック、よろしく。あ、どうもジャックです。って僕はこの前前園先生のも手伝っていますから、この素敵な女性のことを知ってます。じゃなくて後浦先生の自己紹介。俺に別に興味ないでしょ。ああ出た、別に興味ないでしょ。教えてあげる。この先生普段すごく優しいのに、好きなタイプの生徒さんに限って冷たいの。そしてジーブに興味を持ってほしい時ほどこれを言うの。別に興味ないでしょう。これあなたに興味を持ってほしい証拠。あとね、今日たまたま先生の誕生日。ジャック。はい。お前は授業を邪魔するアシスタントなのか。ごめんなさい。でも僕はこの素敵な生徒さんも先生に興味あっただと思って。万が一たとえそうだとしてもだ、興味を持つべきは英語であって私じゃないだろ。はい。それから言っとくけど、俺自分の誕生日とか興味ないから。一番興味ない、わかった？はい。じゃあ授業します。前園は何を教えたんだ？Could I? I'd like to. そうか。またオーソドックスなところは。たく。あいつタイプの生徒さんが来るとすぐ自分の気持ちを言いやすいところをやるからな。じゃあこっちはどの辺から行こうかなと。恋愛で使える言葉がいいと思う。恋愛？そんな生産性のない。てかなんで？恋愛映画見てったら日本語の吹き替えとか字幕ってちょっとニュアンス違う時あるでしょ。女性は恋愛話が好きでしょ。だから英語が分かればその違いで映画がもっと面白いだから。なるほど、それなら意味あるか。君それでいい？僕恋愛映画で出てきそうな言葉ノートに持ってきたんです。ジャックが偉いね。じゃあそれ見ながらやってみようか。僕は君が好きだ。 I love you。 僕は君がすごく好きだ。 I really love you。 君にも僕を愛してほしい。 I want you to love me。 君にも僕を愛してほしい、今すぐ。 I want you to love me now。 僕の志村健を見てくれ。 Check out my 志村健。なんだ罪よってか。 What's your problem? なんだ罪よってか。 What's your problem? そうです、私が変なおじさんです。 It's okay, I'm a crazy old man。
そうです。あたすが変なおじさんです。That's okay, I'm a crazy old man. あ、変なおじさんだから変なおじさん。I'm a crazy old man, so I'm a crazy old man. 変なおじさんだからジャック！これは使えないだろう。It's a joke. 生徒さんと俺の大切な時間なんだ。ふざけないでやるぞ。はい。申し訳ない。じゃあ改めて、僕は君を守る。I will protect you. 僕は君を守る。絶対。I will protect you. For sure. 僕は君なしじゃいられないんだ。I only need you. 僕は君なしじゃいられないんだ。君が欲しい。I only need you. I want you. 君は僕の天使だ。 You are my angel. 君は僕の天使だ。僕だけの。 You are my angel. Only mine. 残酷な天使のテーゼ。 A cruel angel statement. 残酷な天使のテーゼ。 A cruel angel statement. 逃げちゃダメだ。逃げちゃダメだ。逃げちゃダメだ。You can't run away. You can't run away. You can't run away. 逃げちゃダメだ。逃げちゃダメだ。逃げちゃダメだ。You can't run away. You can't run away. You can't run away. サービス、サービス。サービス、サービス。ジャック。趣旨がずれてないか。It's a joke. ジャック、ちょっとトイレにでも行ってこいよ。頭を冷やしてこい。いや、トイレは大丈夫です。レッスン続けましょうか。いいから。トイレに行ってこいって。いや、本当にトイレは平気。ジャック、俺がトイレに行ってほしいんだ。え？俺と彼女の大事なレッスンの時間だ。お前がいらない時間もあるってこと。はーい。てかごめんな。変なレッスンになっちゃって。てか、俺の授業大丈夫？ちゃんと興味持ってついてきてくれると嬉しいんだけど。てか、俺には興味ないよな。あ、別にいいんだけど、ただの生徒とは英会話教師の関係だし。てか興味持たれると、結果辛いことになるって、分かってるし。俺、アメリカにいた頃、恋人がいたんだ。彼女も日本から渡ってきてて、結婚しようと思ってた。でも、俺の誕生日だった。彼女がさ、買い物に出てくれて、家に戻ってくる途中。あの時俺は彼女を守れなかった。守れないどころか、家でのんきにパーティーの準備を続けてた。それ以来、時々思うんだ。誕生日なんてなかったら、あんなことにもならなかったって。だから恋愛に興味を持つのをやめた。女性には優しくしようとは思うけど、別にそこに心はない。ジャックのノートじゃないけど、恋愛なんてもうレッスンの会話や映画の中だけで十分だよ。ずっとそう思ってた。ついさっきまで。今日出会ったばかりでこんなこと言っても信じてもらえないかもしれないね。俺に興味がなかったら仕方ないけど、俺は君なしじゃいられない。勝手だけど言わせてもらっていい？俺、君を守りたい。I want to protect you. I want to protect you.